はい、ベロベロ眼球女っていう名前の劇団やってます。小山優太と申します。最悪な昨日ともうない明日っていう作品を8月27日から28日2日間で4ステージ芸術創造館でやります。ベロベロ眼球女っていう名前なんですけど、真面目に演劇してるのでちゃんと安心して来てください。14人ぐらいキャストがいて2時間マフなしの水っぱでやってます。ぜひお願いします。